足裏角質パック。やってみようかな。心斎橋の氷庵ショップで買ってみました。角質ね、割とすごいんですわ。ね、このほら、親指とかね。これが、ほら、ちょっとイボコロリみたいなのができてたりとかして。これがどういう風に綺麗になるか。この爽快感、癖になる。癖になる。ほんまかいになる。やってみようか。じゃん。なかったっけ？入れるやつが。Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you. I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part two of Deathly Hallows with you. こういう感じです。こういう感じで1時間見てみましょうね。こんな感じね。いざどうなるかお楽しみどうぞ。すごいヒリヒリするんですけど大丈夫かな。さあ1時間が経過してちょっとここで表してくれます。どんなのが来るかね。あんまりなんかうわきれいってことじゃないけどね。言いにくいね、ごめんでも。ですよ。足の裏はこんな感じ。ね。でもなんか、この、これ浮き入れてね、これがボロボロになってくるんかな。ね。こっちもこんな感じ。この辺の硬い角質がね、取れてくれたら嬉しいんだけどね。さあ、5日後には、いざどうなるか。こうご期待ですけどね。これどうだろう、クリームとか塗ってあかんのかな。塗ってもいいのかな。ね、塗らないでおきましょうか。ね、はい、こんな感じで洗いましたってことです。ではでは。1日目から角質がどんどん剥がれ、2日。そして、3日。4日、5日、そしてこの6日頃から綺麗になりつつ、7日目は角質イボもすっかり取れて、8日目、そして9日目、10日になったらすっかり綺麗な足になりました。そして Facebook、Twitter、Instagram、フォローともどもチャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。